はようございます。感謝します。イエス様の皆で皆さんお一人お一人を祝福します。じゃあ最初にお祈りします。天のお父様、8月も暑い中でしたけれども、こうして守られ一人一人あなたの御前にまた集うことができてありがとうございます。神様どうぞあなたがこのところにあってください。語る一つ一つのことを神様が清め、ハレルヤイエス様語らせてくださいますように。そして神様一人一人を御よりの力で満たし、神様力づけてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。お証を聞いてて本当に神様が語ってくださってね、十分私たちそれによって恵まれたなって感じました。感謝します。はい、みんなね本当に、教会から離れて1週間過ぎてきますけれども、本当にそれぞれ一人一人いろんなところを通らされて、大変なところを通りながら、今日もまた礼拝に来られたと思います。感謝します。教会はキリストの体であるって聖書にあります。ここはイエス様の愛が満ちているところですから、すべて の疲れを下ろして、またいろんな心の中の汚れも清めてもらってね、本当に、恵みをいただいて帰ってほしいと思います。そして新しい1週間もまた神様と共に励んでいただきたいと思います。はい、先週の賛美皆さん覚えてますか？この御言葉のところの一番上と二番目に私書いたんですけど、待ち望めしようっていう賛美を賛美してくださいました。待ち望む死を主の待ち望め、主の栄光、主の御国、主の御声、へりくだり御前に立つ。この賛美を歌った時ね、本当に神様を待ち望んだら、神様は、待ち望む者にその願いを聞いてくださる。神様感謝だって、ものすごく神様待ち望みますっていう気持ちでね、いっぱい平安をいただきましたし、恵みを受けたんですね。感謝しますっていう気持ちでいっぱいになりました。でも1週間が始まって、日々の生活の中にはね、本当にたくさんの戦いがあるんですよね。それで自分の思いで立っていこうとすると、本当にねもうドーンと落ちてしまって、潰されそうになってしまいます。で、先週は結構戦いが多かったので、私もうんとなってたんだけども、その時にまたね、先週のまた賛美ですごい慰めを受けたんですね。それは打ち破れっていう賛美でした。打ち破れ悪魔の神壁、イエスの皆の権威によって、打ち破れ呪いの壁、イエスの血潮の力によって、打ち破れ恐れの心、主の救いを語り続けようって、本当にその時の気持ちが蘇ってきました。打ち破れってね、神様のその血潮がある、イエス様の皆の権威がある、私たちにはそれが授けられている。そのことが心の中に入ってきた時に、しょぼんとして落ち込んでいた心がね、本当に引き上げられて、神様を見ることができるようになったんですね。私たちは本当に力が弱く、力ないものですけれども、本当にイエス様を信じて神の子になりました。私たちにはイエス様の皆の権威が与えられているんですね。十字架で流してくださった血潮の力が与えられているんですね。すべての悪しき者の勢力を打ち破ることのできるものと、すでに私たちはもうされたものです。本当に感謝です。今日はペテロの手紙の5章、第1ペテロの手紙5章を開けてください。新約聖書の後ろの方ですね、434ページ、
434ページ第一ペテロの手紙5章の5節から11節までお読みしたいと思います。交互に読みましょう。まず私が5節読みますね。同じように若い人たち長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。はい。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすれば他の時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えかける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身がしばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいます。力がよよ限りなく神にありますように。アーメン。はい、このところからお話しますね。8節に身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。ここにこう書いてありますけれども、本当に、サタンは自分の時間がないのを知って、必死に働き回っているっていう、そういう言葉もどっかにありますけれども、目には見えないけれども、このように、私たちの間をうろうろとサタンが動き回ってるんですね。でも、悪魔とか悪霊とかそういうことはもう話の中にあるだけで、実際にこの世にはいないよって思ってるクリスチャンの方もたくさんいると思うんですね。フォーデンの教会ではだいぶね、そういう会話が出るので、ああ実際にやられた人はちゃんと分かってるけど、やられたことのない人でも、ああそういうのがいるのかなって思える人と思っていると思うんですね。でも全然まだそんなのないよってピンとこない人もおられるんではないかなと思うんですね。でも、悪魔悪霊が私たちの生活の中にね、また心の中に体に働いていろんな妨害をしてきます。そういうものがいるってことを覚えていてほしいんですね。で、聖書の中にも悪魔が存在しているってことを、で絶えずクリスチャンに攻撃しているよっていうような記事がありますね。例えばエペソの6章11節から12節に書いてありますけれども、2番目の御言葉読みますね。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。皆さんが、ね、よく知っている御言葉だと思いますけれども、本当に、いろんな方法でサタン悪魔が攻撃してきます。そしてその時に、ね、大事なのは、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊と相手にするものなのですって書いてあるように、人間同士の戦いではない。その背後でその人に働いて苦しめたり、嫌なことをさせたり、嫌な思いをさせてきたり、そういうふうにして働いている霊の支配があるということを覚えてね、その霊を憎むように、人間を憎むんじゃなくて霊を憎むようにしていかなければいけませんね。またイエス様もね、伝道していた時に、サタンにやられた人がイエス様のところに出てきてね、
ナザレ、ゲラサ人の地行った時に、鎖につながれて服を脱いで、もう狂人みたいな人がイエス様のところに来て、イエス様私を滅ぼさないでくださいって言ったっていう、その記事もありますね。でイエス様がそこにたくさんの豚がいたので、豚に入れって命令したら、その男の人に入っていた悪霊が全部豚に入って、豚が全部崖から落ちて死んでしまった。そしてその悪霊にやられた人はどうなったかって言ったら、服を着て正気に戻っていたって言うんですね。イエス様自身も悪霊を追い出していました。でそのように悪霊にやられてたら普段の自分と違う、でもその悪霊が出てった時に本当にね、 今やったのは何だったんだろうと思うぐらい自分自身が変えられたり相手が変えられたりすることがあるんですね。私もものすごく落ちてる時なんかここですごく祈ります。そうするとゲー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 ってこう出てくるんですよね。それが出てこなくなるまで祈った時に、今まで落ち込んでいた自分がパーッとそこから解放されて、いつもの自分に戻るっていう、そういうような体験を何回かしています。車で運転してる時なんかでもものすごく苦しくなってきたりしてね、車の中だと誰もいないから思い切ってイエスの御名で出ていけってずっと祈るんですね。そうするとそれから解放された時に本当に違う自分に変えられているっていう、そういう経験します。確かにね、自分自身じゃなくて何か悪しきものが攻撃してきたり入ったりして、そういうふうに人間を苦しめる、そういうことがあります。だからおかしい時ね、あ、自分はおかしいって自分のことを思わないで、あ、サタンは悪魔っていうのがいるんだな、そういうものが妨害してるのかもしれないなと考えることも必要だと思いますね。それからイエス様が弟子たちを伝道に送った時も、弟子たちに汚れた霊を追い出す権威を与えたって書かれています。だから本当にそういうものが、妨害して働いているんだと思います。悪魔はね、さまざまな形でクリスチャンに、またクリスチャンになろうとしている人を攻撃に加えようとしています。私たちをね、神様から引き離そうと、そして闇の中に引きずり込んで、神様のことがわからないように、神様の恵みがわからないように働いてくるんですね。でも本当に幸いなことに、イエス様は全てにもう勝利してくださっています。十字架で最後の言葉、イエス様はね、全てが終わったって言ったんですね。それは全てが完了した、私のやるべきことは全部終わった、この世で自分の愛する一人一人を苦しめてきた悪魔サタンは十字架で完全に滅ぼされた、そういう意味が含まれています。全てが終わった、イエス様はもう十字架で滅ぼしてくださったんですね。それから神様は創世の初め、この世界がアダムがイブが作られたその時から、サタンは働いていましたから、すでにそのところでも神様は予言しています。アダムとイブがエデンの園で神様と共に本当に平和な生活をしていた時に、蛇がやってきて、このリンゴの、リンゴじゃないけども、善悪の木の実を食べなさいって、神様は食べるなって言ってるけど全然食べたって平気だよっていうような誘いをかけて、エヴァさんを騙して、罪に陥れてしまいました。その時に神様はその様子をご覧になっていてね、創世記の3章15節の御言葉なんですけど、神様はこう宣言してくださったんですね。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。これはサタンとイエス様のことが予言されているんですけども、サタンよ、お前は人間のかかとを砕く、いろんな部分でちょっかいを出して痛めつけるかもしれないけれども、お前は脳天を打ち砕かれて、もう活躍できないものとなってしまうって、そういうことが書かれて、そういうことが言われているんですね。もう聖書の書かれた最初のところからサタンに対して、お前は
女の末、つまりキリストイエス様の十字架にあって滅ぼされたものだ、滅ぼされるものなんだということが予言されています。そしてルカ伝には救われた者に対して害を加えることはできないって言葉がありますね。悪魔サタンはもうイエス様にあって救われた者に対して害を加えることはできないんだって書かれています。このようにね、もうどのように攻撃があったとしても、もうイエス様にあって滅ぼされたもの、そして、イエス様の権威にあって命令するときに立つことのできないものなんだということをしっかりとね、信仰を持って受け止めてほしいと思います。そしたらばどのような状態に自分が置かれたとしても、あ、これは、私はもうすでに勝利したものだ、イエス様にあって勝利したものだから恐れることはないって、そのような思いで向かうときに向こう の、 あの力も弱まってくるんですね、はい。じゃあそれからサタンの性質を見ていきたいと思いますね。今読んだ第一ペテロの5の5のところに、神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるって書かれていますけれども、サタンの性質は傲慢です。旧約聖書を見るとサタンはあの昔神様に仕える天使だったって書かれていますけれども、傲慢のゆえにあの地に落とされた記事がありますね。イザヤ書の14章の12から15、これは、その当時かあの力を持っていたバビロンに対して言われている言葉なんだけども、その奥にはサタンに対しての意味が含まれていますね。読んでみますね。ああ、お前は天から落ちた明けの明星、明けぼのの子よ、お前は地に投げ落とされた諸々の国を倒した者よ、かつてお前は心に思った、私は天に昇り王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂に登って糸を高き者のようになろう、しかしお前は黄泉に落とされた墓穴の底に、こう書かれていますね。現実はね、あの当時世界を支配していたバビロンに対して予言したんですね。バビロンは神様の道具として使われて力をもらっていろんな国を滅ぼしていただけなのに、いつしかね、自分の力で自分がやったんだって、自分が何者かであるかのように高ぶっていったんですね。それゆえにあの歴史上でバビロンは滅ぼされたんですけれども、サタンもこのようにね、神のようになろうと豪語したんですね。それゆえにお前が地に落とされた、サタンは、サタンの性質は本当に傲慢です、私は偉いっていうような、そういう思いを持っているんですね。だから私たちが傲慢になるとき、サタンにやられやすい、そういうところがあります。二枚目の紙が貼ってあるんだけど、傲慢になっているときの心の状態はどんなかっていうのをあのちょっとね書いてあったので、私も写してあの配ってみました。一番ね、自分の考えこそが正しいと思っている、本当にそういう時ありますね。本当になんでこれに従えないんだみたいな傲慢な思いがね出てくる、それは傲慢になってるんですよね、気がつかないだけで。それからプライドが高いって書いてありますね。自分のプライドが一番大事であるため、それが打ち砕かれてしまうことが絶対に嫌と思う。だからプライドがズタズタになってしまいそうな時、周囲の人々のせいにしまう傾向がある。またプライドの高さゆえに誰かに負けることも気に入らない、こういう思いもサタンがとっても喜ぶ思いですね。それから他者を見下している、傲慢な人は自分が一番すごい人間だと考えているため、周囲の人を見下してしまう傾向がある。人の欠点ばかりに目が行き、なんでこんなこともできないんだと相手をバカにする。相手に優れた点があってもそれに気づかない。口に出すにしろ心の中で思うだけでもどちらにしても見下している、
サタンは大いに喜び、神様は悲しんでいる、こう書いていますけれども、私たちは本当に知らないうちにこのようなことをいっぱいしています。そうすると知らないうちにサタンが入りやすくなるんですね。やられやすくなりますね。本当にへり下って、イエス様がへり下って疲れたようにイエス様に似るものとなっていかなければいけませんね。それから4番、ありがとうと言えない、はい、それからサタンの性質は偽るものですって書かれていますね。偽りの父だって言われます。偽りとか傲慢とは本当に神様に嫌われるものですから、サタンを罪化としてしまうものですから、本当にそういうことに気づいたときはね、とことん悔い改めて死の前に、清めの祈りをしていかなければいけないと思いますね、はい、それからペテロの手紙9節に、信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい書かれています。いつも神様を第一に考えて悪しき者に立ち向かっていかねばなりませんね。いろんなものが私たちに影響していると思います。家計に流れている呪いとか、それから遺伝的な病とか、それから自分の心に起こる不信仰とか悲しみとか恐れとか怒りとか心配とか、そういうものをもしサタンを意識してないとね、ああ自分はダメだってね、自分はいくら祈っても変わらない、自分は一生懸命変わろうとしても変われないって、そういうふうに自分が悪いって考えてしまう傾向があるんですけど、でもそうなったらね、サタンはとっても喜ぶんです。そうだそうだ、お前が悪いんだ、お前はどんなに願っても祈っても変えられない。でもそうじゃなくてね、落ち込ませて恵みを奪おうとする者が働いているんだって、そのようにちょっと第三者的に見ていったらいいと思うんですね。そしてこれは私とは関係ないって、私は主のもの、イエス様によって恵みを受けるもの、イエス様によって変えられるものなんだ、攻撃する者よ、イエスキリストの皆で出ていけ、イエス様の血潮によって清めれ、命令して祈っていったらいいと思います。十分に祈っていったらね、本当にサタンが働いているとき、それらがスッと出ていって、本当に楽にいろんなことができるようになったり、喜びが来たり平安が来たり、あ、大丈夫だっていう、そのような思いがやってきたりします。はい、5節の10節に一緒にお読みしましょうかね。5章10節、はい、しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけて揺らぐことのないようにしてくださいます。はい、ここでこういう約束がされています。私たちがしばらくはね、苦しんだり大変なところを通るかもしれないけども、でもイエス様につながっているものは、イエス様がもうすでに勝利を取ってくださったものですから、完全なものとし、強め力づけ揺らぐことのないものにしてくださいますと書かれています。このことを本当に信じてね、さらにイエス様に会って勝利をしていきたいと思います。はい、以上、終わりにします。お祈りします。天のお父様、私たちは日々の生活の中でいろいろな攻撃があり、倒れそうになってきます。その中にはサタンの攻撃も本当にいっぱい働いています。私たちはイエス様にあって勝利したもの、イエス様の皆の国にあって勝利したもの、イエス様の流された十字架の血潮にあって全てのあしきれいに勝利したものです。神様、私たちの立場をしっかりと見据えて、妨害してくる者に立ち向かっていくことができますように。イエス様、あなたにはできないことは何一つありません。神様、あなたにより頼むときに、私たちのどのようなところも変えられ、
そして力をいただくことができます。天のお父様、どうぞ萎えることなくあなたを見上げ、あなたの力をいただいて進んでいくものとさせてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。